どうも、ササンでございます。以前ゲームサーっていうメーカーさんからですね、ゲーミングキーボードとかをご提供いただいたんですよ。で、今回もですね、ゲームサーさんからちょっと面白いものをお送りいただきまして、それがこちらでございます。まあ、パッケージ見てわかる通り、これゲーム機みたいな形してますよね。で、この部分にスマホを挟んで、で、スマホのゲームを操作しやすくするっていうものなんですけど、なんかね、フォートナイトとかにも対応してるらしいんですよね、スマホの。で、俺前にスマホ版のフォートナイトやったことはあるんですけど、ちょっとね、操作が難しすぎて全然できなくて、でもこれを使えばもしかして PS4 とか、あと任天堂スイッチみたいな操作感になって、普通にね、操作できるんじゃないかなと思って、まあ面白そうだなと思って送っていただきました。ということでね、こちら早速開封してレビューしていきたいなと思います。はい、それじゃあこちらのゲームサー G6 開けていきたいと思います。よいしょ、来ました。はい、出てきましたね。こんな感じでございます。まあこれ見た感じ、形はですね、結構任天堂スイッチに近いかな。で、上の方には、L1 と L2 で、右側は R1 だけになってますね。なるほどね。あ、スティックもなんか任天堂スイッチの上位コンに結構近いかな。で、一応付属品はですね、なんかこの合格証っていうやつと、あと充電用の、これはマイクロ USB のケーブルですね。はい、一応これが説明書だと思います。日本語にも対応はしてますね。じゃあ早速これ使ってみたいな。これね、ただ挟めば使えるってわけじゃなくて、一応ね、設定を先にやんないとダメらしいんですよ。で、設定としてはまずプレイしたいゲームを起動して、で、なんかスクショ撮るらしい、操作画面で。はい、今フォートナイトを起動したんですけど、まさかのアップデがあるっていうね。しかも 2.72GB って結構だろこれ。ちょっとアップデ終わるまで待ちたいと思います。はい、ってことで、今ですね、フォートナイトのアップデが終わって、俺前にフォートナイトやった時すぐやめちゃって、設定とかがね、ちゃんとやってなかったんで、まあ簡単にですけど、いじってみました。で、これで G6 で使えるように設定したいと思います。で、G6 を使うための設定っていうのは、専用アプリをインストールして設定するんですけど、このスクショが必要らしいんで、さっき撮りました。で、これからね、設定していきたいと思います。はい、じゃあこの G6 と iPhone ペアリングしたいと思います。ペアリング方法なんですけど、この Y ボタンとこの電源ボタンを同時に押すらしいです。いきまーす。はい。で、なんか紫っていうかピンクっていうかこんな感じで上が点滅してると思うんですけど、で、これで設定画面にゲームサーの G6 表示されてるんで、これでペアリングすると。あ、ペアリングされましたね。接続済みになりました。で、これで、はい、この右下にちょっと文字見えないんですけど、 G なんちゃらっていうアプリインストールしたんですよ。これを起動したいと思います。はい、はい、すぐ接続っていうのがあるんでタップしましょうか。はい、なんか設定管理の画面になりましたね。ここでフォートナイトあるのかな。フォートナイトの設定ありますね。ちょっとこれタップしてみたいと思います。はい、個人設定に保存済み、これですね。なんかもう設定の画面出てきたんだけど、あ、右上にスクリーンショット追加するってありますね。これで多分さっき撮ったやつを反映できるんでしょうね。お、なんか背景にフォートナイトの画面出てきましたね。これで設定できるのかな。ちょっとね、一通りいじってみたいと思います。はい、今一応設定画面いじってみて、一通り俺が使いそうなボタンをですね、移動したりしてみたんですよ。例えばね、この L 移動なんですけど、これね、こんな感じでちゃんと反応する場所にやったりとか、フォートナイトの射撃マークの上に R は持ってきて、ここでね、射撃したりとか、あと L2 ジャンプの L1ADS。まあ、そのぐらいですけど、まあ、こんな感じでね、設定してみたんで、ちょっとゲームしてみたいなと思います。はい、ということで今フォートナイト起動したということで、ちょっと早速やってみたいなと思います。さすがにね、全く練習してない状態なんで、どんぐらいできるのかっていうのはわかんないですけど、まあ、ちゃんとこの G6 が使えるかどうかっていうのくらいは判断できるんじゃないかなとは思っております。はい、じゃあちょっとこの待機画面入ったんですけど、これね、スティックで移動は普通にできてますね。で、 L2 でジャンプもできるし、ちょっと武器ないんで ADS は確認できないですけど、あ、射撃ボタンでちゃんとクワも振りますね。お、これ普通にできんじゃね、マジで。
いい感じだぞ多分。これはフェイタル即割りでしょう。行くぜ。これワンチャンビクロイ取れんじゃないですか。もしかしていけちゃうんじゃないの。ちょっといつもねこの豚小屋に降りるんで今回も行きたいと思います。敵来てるかな。どうですかねこれは。お、宝箱あるよ。あ、やばい、これ感度もうちょっと上げた方がよかったかな。ちょっと感度遅い説あるけど。いいね、宝箱2個あるね。建築がね、どの程度できんのか。俺の実力的にね。それがちょっと不安ですね。ちょっと戦いになったらちょっとやばそうだな。普通にね、操作方法は結構いい感じだな。移動とかジャンプとかストレス全然ないですね。なんか敵戦ってる感じありますね。ちょっと俺はアイテムを取りたいな。建築とか武器変更がね、ちょっと慣れるまで厳しそうな感じがしますね。あとこれ設定で変えれるかわかんないんですけど、これ ADS は長押しにできればしたかったんですけど、長押しできないっぽいな。敵いるな。やばい。敵いたぞ今。やっぱしゃがみボタン設定してなかったらなんかどこでしゃがむかわかんねえ。やばいです、全く敵と会ってないのに。もうなんかもう25人しかいないんだけど。お、いるな、いるね。あれはやべ、ミスった。やばい、オッケー、危ねえ、倒したぜ。ちょっとミニポ、ちょっと怖いけど、敵怖いけど、いい感じじゃないですか。しかし建築がね、ちょっとできないな、なかなか。ちょっとまだ慣れてないっすね。あ、いる、ジャンパーで飛んでったな。俺もジャンパー使うか。なんかロボット、あ、え、やばいやばい、後ろロボットじゃん。危ねえ、危ない危ない危ない。いや、ロボットはまずいわ。それはまずい、それはまずい。やばい、ポーション系が全くない。あ、やばい、やばい、間違った、間違った。ちょっとロボットに仕返ししてやりたいっすね。どこだ、ロボット。ダメだ、場所わかんないな。お、あの上いるぞ。俺の建築技術で。なんとかなんとかこれは。ちょっと怖いですけど。あー、やべえ、これはまずい。敵いるやん、しかも。うら、うら、こんなことしてやるぜ。やばいやばい、編集使ってる、モサだモサ。やばい、あぶね、あぶない、よっしゃ、何、どこ行った、どうやって死んだの今どうやって死んだんだよこれ。あ、この人か、普通に今戦ってた人か。いや、うまいなみんな。はい、ということで以上がですね、このゲームサーの G6 を使って私たちのフォートナイトでプレイしてみた感じでございました。ちょっと使う前はね、設定がややこしいなっていう感じはあったんですけど、一回設定しちゃえばこのスティックの感じとかボタンの感じっていうのはスマホ操作に比べるとかなりやりやすいものなんじゃないかなと思います。俺はこの動画でとりあえず一戦プレイできればいいかなぐらいの感じで設定したんで、ちょっとやりにくい部分っていうのはあったんですけど、これからね、設定詰めていって、あとどんどん練習していけばですね、普通にスマホでやるよりはかなりやりやすくなるんじゃないかなとは思います。で、このゲームスター G6 の値段なんですけど、今 Amazon で3899円なんですよ。で、結構安いし、Android でも iPhone でも使えるし、で、動作時間はフル充電から最大80時間なんで、まあ、出先でやっててもね、そんなに充電切れの心配っていうのはないと思うし、まあ、結構作りとしては面白いんじゃないかなと思います。動画の概要欄に Amazon のリンク貼り付けておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。